本日の動画は、林道アクセス走行動画です。抜け道にも使える、面白い道です。中伊豆ワイナリーから、伊豆スカイラインへ抜ける道なんですけれども、前回はですね、鳥居の林道を経由して、伊豆スカイラインへ抜ける道をご紹介しました。今回の方がですね、同じように中伊豆ワイナリーから伊豆スカイラインに抜けるんですけれども、どちらかというと上級者向きだと思います。場所は静岡県の伊豆市です。特徴は、ワントレール。つまりですね、一車線ありませんと。わだちが一個しかない、バイク、自転車、徒歩、歩きですね。だったら通れるでしょうけれども、もう四輪は無理ですというような、そういった柔らかい路面になります。距離は10キロないですね。7、8キロなのかな？ちょっと正確にはわからないです。測ってないので。高低差、ずっと緩い登りです。ずっと緩い登りなんですけれども、時々ですね、急斜面があって、で、そこは林間ですので、落ち葉や枯れ葉が、枯れ枝が堆積してたりして、結構手強かったりします。分岐はないです。分岐はないんですけれども、道がよくわからないので、つまり普通の林道規格の道ではないので、迷う可能性は高いと思います。ですので、あんまり山に入ったことがない方、それ自信がない方っていうのはやめておいた方がいいと思います。渋滞知らずで伊豆スカイラインへ、抜けることが、ダートのみで、なかなか面白い道で行けますので、これはですね、上級者の方にはおすすめなんじゃないかなと思います。で、こういった道を走るときに、私が自分に対してこれはやっちゃいかんなっていうふうにですね、いつもです注意していることを、ご参考までに書きます。コース外に出てしまって、つまり、ここ道だよというところ以外にですね、どんどんはみ出ていって、植林されている苗木を台無しにするですとか、あとは、農作物を台無しにしてしまうですとか、植えていらっしゃることあるんですよね、あとは。椎茸栽培とか、そういうところにガンガン入っていかないように、注意してます。あとはですね、よくあるんです。害虫捕獲の罠なんですけれども、これもですね、道には設置しないんです。ただ獣道ですね、イノシシ道とか鹿道にはよく設置しておられるので、コース外に出て行って、この害虫捕獲の罠を台無しにしないようにと。あとはですね、これ悲しいんですけれども、直焚きの焚き火とかも本当に信じられないようなことをしている跡を時々見かけちゃうんですよ。これ山火事になっちゃったら自分で消すことなんてもうできませんし大損害なので、この焚き火だけはもう絶対しないように。それから、ゴミを捨てて山を汚すですね。粗大ゴミを林道に捨てる人もよくいますけれども、たとえペットボトルの一瓶であっても、これはですね、地元の方にとっては許し難い行為だと思いますので。で、こういったことをしてしまって、地元の方々が結果、通行止めにせざるを得なくなるような、こういった愚かな行為だけはですね、決してしないように楽しもうといつも思っております。では、本編どうぞ。わーって。広いかって思っちゃうね。ああ、不利だ。乗り過ぎましたよ。はい、亀号待ちましょう。はい、今来ますね。慎重ですよね。とてもいいことです。来ました、来ました。ゆっくり、ね、マイペースで必ず来る。
素晴らしい。では行きましょう。左側の崖に落ちるんじゃないかと思って、この本当に我が地は信用していいのかっていう道ですよね、これ。さあ戻ってきましたよ。戻ってまいりました。今の走行動画を地図上で振り返ってみたいと思います。鳥居の林道というのはですね、今これ左側、こちらが中伊豆ワイナリーで、右側、文字にもありますけれども伊豆スカイラインカントリークラブですね。中伊豆ワイナリーから伊豆スカイライン、伊豆スカイラインにはちょっと線で私書きますけれども、これですね、こちらが伊豆スカイラインなんです。この伊豆スカイラインに合流する道で、これが鳥居の林道ですね。鳥居の林道、これ前回、はい、伊豆スカイラインに抜ける道として面白いですよと言ってご紹介しました。で、この動画ですね、先ほどの動画はこの鳥居の林道のスタート地点から始まっています。ちょっとですね、ペンの色変えましょう。ピンク色にしようかな。はい。で、鳥居の林道をのスタート地点からですね、上白岩という方の集落に戻っています。で、私がですね、右の分岐をこの通過してしまったところ、ここです。はい。で、これで U ターンして、ここですね、右の分岐を見過ごしてしまったので、U ターンして、で、カネゴンを待ちました。で、草ぼうぼうで、下が見えなくて怖いって言ってた道ですね。それがこちらです。で、ここまで戻ってきたと。はい。で、中伊豆ワイナリーの奥ですね。舗装林道ですね。が、始まった、まあ、あたりのところですね、この道ですね。ここまで戻ってきたというのが、今の動画でした。中伊豆ワイナリーに戻ってまいりました。はい。じゃあ、こっちです。崖に落ちるんじゃないかっていう。フラットで分岐もないし、多分カネゴンは来るでしょう。来るはず。でもこれ結構な崖だな、これ。切り立ってんな。そうは全然思わなかったけど。罠があります。ご注意ください、猟友会さん。ただいまの動画を地図上で確認してみたいと思います。スタート地点はここですね。中伊豆ワイナリーの奥の舗装林道を進んだところで、それをですね、まっすぐ、舗装部分をまっすぐ進みます。で、どんどん進みます。さらに進みます。で、何回かつづら折れがありましたね。ぐねぐね曲がってました。で、ですね、未舗装に変わった、ダートに変わったのはこの辺ですかね。この右側にグリッと曲がったところ。この辺りで未舗装路に変わったと思います。で、未舗装路ですね、ダートをどんどん進んでいくと、この辺ですね、芝生の広場になってました。で、芝生の広場を突っ切ると、
この地図の通りですね。左側に林道規格の道、右側に私が進んだ罠がありますよという猟友会さんの看板が木に貼り付けてあったところで、この分岐のところですね、ここでに、到着します。で、この分岐は、その細い方の道で、ここをちょっと進んだ、はい、これが、先ほどの動画の経路でした。罠があります。ご注意ください。猟友会さん。罠があります。うん。行きまーす。なんか道は繋がっているかのように映ってるんだけど、いや映るね、繋がっているかのように。行きましょう。さあ抜けてるかな。
ちょっと待ってね。根っこがすごい絡まっちゃって非常に厄介。ただよいしょ、よし、逆にこういうまっすぐな状態になったら登りましたね。よっしゃ。はい、じゃあここでカメゴンをお手伝いします。よし、じゃあ。ガツッと当たったの。あれなかなかいい絵だったから。よし、じゃあ。ハンドルなんか当たってねえじゃん。よし。はい。じゃあゆっくりと。今のは登ってこれるかな。そうかもしれないですね。うん。さて、抜けているかな。めちゃめちゃ平らじゃないですか、この辺は。めっちゃ平らっすよ。もうほぼ頂上っすね。さあ、果たして抜けているのでしょうか。はい。
これがどうやら頂上のようですね。あ、もうちょいだと思う。もうちょいだと思う。思いたい。間違いない。はあ、どうやらこの辺が頂上のようですね。この後どこへ続いているのかは全く分かりませんが、いやいやいや、どこ行ってんだい、一体この道は。続いているかのごとくに移る。いやー、続いているかのごとくに移ってますね、私には。大丈夫だ、ちゃんとある。いやいやいや、あれ、なんすかこれ。僕たちどこに行ったらいいんですか。ちょっとここで変な勘を働かせるのはやめて、地図を確認します。では、ただいまの動画を地図で確認します。スタート地点はここでしたね。この、はい、芝生の広場があって、
で、分岐があって、で、細い方の道と。これずっと、まあ、ほとんどまっすぐなんですよね、地図上は。細かくぐねぐねしてるんですけれども。で、まあ、尾根伝いなので、あまりこう、すごい急傾斜ではないんですよね。はい、ずっと進んで、どん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 進んで、何回かまあ、立ち止まりましたね。この辺、等高線と垂直に交わるようなところは、まあ、若干こう、高度を稼ぐところがあったり、斜面があったりして、手強いところも、まあ、何個かあったんですけれども、はい、そういうところもですね、まあ、なんとか切り抜けて、で、進んできまして、ここ、はい、今ぶつかったところは、後で地図で見てみたら、ここだったんですね。で、このヤマップの地図上ですと、切れてるんですけれども、実際はですね、どうやらこちら側にちょっと道があるんですよ。左側に。でも、まあ、この地図、最初から見てましたから、まあ、もう、この鋭角的に曲がるところは、もう右に行くしかないだろう、というふうに判断して、この後右に行ってるんです。で、今までの動画ですね。ここまでの動画は、この赤い線ですね。の道と。はい。ここを辿ってきたということになります。以上です。どうやら。広がり林道で終わるかも。俺もそんな感じ。では、行きましょう。どうやら出た。これは楽しいコースだな。林道になりましたね。あら、カネゴン来ない。これは道と呼ぶにふさわしい道なんでしょうか。人が作ったものとおぼしき痕跡がようやく現れましたね。いやー、出てきた。いやあ、ここ楽しい。めちゃめちゃ楽しい。
鳥居の林道との分岐はどの辺だろう。もうちょっとかな。あったー。これじゃねえの？違うか。もうちょいかな。お、カネゴン。来てませんね。ちょっと待ちましょう。よし、戻ります。お、ずいぶん離れてるぞ。どこだ？おね！いないじゃん。鳥居の林道行っちゃったのかな。ちょっとアイモンドはぐれちゃいました。では先ほどの動画を地図上で見ていきます。動画のスタート地点はここでしたね。グッと、T 字路ですね、突き当たっているところ。でこちらをこうぐるっと取り巻くと、そうですね、このつづら折れの部分を左にぐるーっと旋回したらですね、もう林道規格の道になってましたね。ヤマップの地図上でも黒い点線ではなくて黒い線になってます。はい。で、こうずーっと進んできましたと。でですね、カネゴンとはぐれてしまったのは、ここです。ここで鋭角左になぜか登ってってしまったようで、で、私はどこを探していたかというとですね、ここです。
鳥居の林道から登ってくる道ですね。ここの分岐で右側キョロキョロしながらずっと走ってたらですね、あのミラーを見るのを忘れてて、でカネゴンを見失いました。で、ぐるぐるぐるっと走って回って、ここですね、最後止まったのはここです。そうですね、あの壊れたユンボ、紫色のボディのはここの辺にありました。この辺です。はい、ここからですね、そのまま道なりにまっすぐ進むと右旋回します。そうしたらもう、はい、伊豆スカイラインカントリークラブのエントランス道路に、その突き当たりますので、伊豆スカイラインはすぐそこです。伊豆スカイライン一応、念のためまた青い色で着色すると、伊豆スカイラインはこの道です。これですね、はい、これが伊豆スカイラインです、はい、というわけで、ですね、この鳥居の林道と並走する、あ、なんて言ったらいいの、これ林道じゃないですからね、中伊豆ワイナリー奥の道っていうんでしょうかね。で、伊豆スカイラインに最後ですね、ダートだけで抜けることができるという道のご紹介でした。ありがとうございました。